皆さん明けましておめでとうございます、本日あのヘアキャンプさんの第1号として2021年とてつもないこう学びと、なんだろう、こう気持ちがこうぶち上がるような、そんなねセミナーを展開していきますので、最初から最後まであの見逃さないように。で、今動画をあの最初に流させていただいたんですけど、それはあの最後の中間の、CM 入れるんで、ちょっと休みを入れるんで、その瞬間にもう一回流させていただきますんで、もう一度こうご覧になっていただいて、まあ今こう情報がこうすごい回っている、すごい情報社会の中で何がこう大切かっていう、で僕自身その情報を利用しながら何を一番大事にしているのかっていうのをあの動画でちょっとこう表現しているので、その動画もう一回見ていただけたら、なんだろう、今の自分のこう情報にこう惑わされている不安な気持ちとか、まあその情報をどうこううまく利用していくかっていうところを、なんかこう考え直すいいきっかけというか、2021年皆さんが最高のねスタートを切っていただけるように、今日は最初から最後までフルスピードでいきますんで、よろしくお願いします。はい、ではい、でまずあのちょっと技術に移りながら、いろんなことをこう話したり、こう質問に答えたりっていう感じでちょっとやっていきますんで、まずじゃあ本日はモデルさんをあの一発目なんで2体用意して、まあ、ブリーチやってからオンカラーするモデルさんと、あとはオンカラーのみのモデルさんになりますんで、まずじゃあちょっと履歴からちょっと説明していきますんで、よろしくお願いします。はい、第2体のモデルさんがいるんですけど、こうもまず2体写していただいて、まあ、見てわかる通り右の方がやっぱり明度はもちろん低い状態になってますね。まあ、ブリーチは、まあ、追いブリーチで2回してある状態なんで、まあ、若干こうやっぱり残留が結構、残留というかやっぱりこう黄色みが取り切れてないところがある状態ですね。で2体目のモデルさんはこういう感じで、結構こうもうかなり抜けている状態、だいたい 18.5 から19の間くらいの明度になってますね。なんで最初にこうブリーチの工程からやりますんで、こちらのモデルさんからやっていきます。で、まあ、前回はホワイトベージュ系やったんですけど、まあ若干こう残留がまだここからここにこう見えますかね、ちょっと光当たると分かるんですけど、太陽光ですね、あると分かるんですけど、若干こっからここにやっぱ残留が残ってるんですね。なんで先にここ塗布してから根元に若干こう攻めていく感じで明度を合わせていきます感じで、早速施術に移りたいと思いますんで、準備1回お願いします。まあ、一応今僕が売ってるカラーがペールトーンのハイトーンなんだけど、ペールトーンってちょっとやっぱこう今の業界だったりこうお客さんのちょっとこうペールトーンに対する意識っていうのはやはりちょっと挑戦しづらかったり、まあ何でしょうね、若干やっぱこう派手すぎるってい いう印象があると思うんですけど、僕のペールトーンは違くて、まあ僕の一応一つの理論として置いてるのが、ブラウンコントロールで始めてブラウンコントロールで終わるっていう。なんでまあ実際ペールトーンも全てこうブラウンが入った状態で、ちょっと柔らかみのあるペールトーンなんで、これからの時代はこうやっぱ明るくしたいけど派手すぎたくない、でも今までの明るいって多分こうミルクティーの中明度の感じでも明るいっていう認識だったと思うんですけど、こっからはやっぱ若干こうなんだろうな、コロナもあって自宅でこうなんかいろんなものを見たりとか、こうお客さん自身もいろんな知識得たり、いろんなこうハイトーンの人をインスタで見るようになって可愛いって思ったりとか、最近来るお客さんの中でもやっぱこうかなりこう明るくしたのを挑戦したいけど、なんかちょっとこうまだちょっと勇気が出ないっていう方に、僕は新しい提案として、まあ言葉で表すならロイヤルミルクティーみたいな感じでが今年来るんじゃないかっていう、まあその中にピンクの優しさがあったりとか、まあ暖色寄りのペールトーンっていうのを今年絶対流行る。そう確信してますこれは。でお客さんも実際それを見てくるお客さんめちゃくちゃ増えてきてるんで、最近の僕のお客さんも基本的に2回から3回ブリーチでミルクティーベージュをさらに上いった、まあ表現としてはロイヤルミルクティーみたいなこう白っぽいベージュが今年流行るので、それに対して一番大事なっていうのがやっぱブリーチワークに
なってきます。はい。